こんにちは。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 けんちゃん、ハートありがとうございます。レベル6おめでとう。こんばんは、テロップ。地球に、感触魔。シャクマ。集めてます。地球。完璧。こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんばんは。今日は600と1日目です。昨日がね、600日だったので、皆さん昨日はお祝いありがとうございました。今日からも700日に、700日に向けて775日に向けて頑張ろう。ツッツルさん、キャンディー、そして飛行機ありがとうございます。秋屋さんもありがとう。こんにちは。今日がやっと、明日は金曜日。やっと明日は金曜日ですね。木曜日、もうここまで来たら病、前髪邪魔やん。病かな？ 3 ヶ月後でしょ。3ヶ月後、私は27になってます。すごい、7だって。27。アキーさん、地球ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。嬉しいような、ちょっとエモい気持ちですね。ユンちゃん、レベル9おめでとう。エモエモ。よいしょ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 。かわいい、ありがとう。ちょっと前髪がさっきまでずっと分けてたんですけど、配信だとどっちがいいんだろう。うん、迷う。よいしょ。2月7だよね。2月7日あきーさん、ありがとうございます。こんばんは。あ、8だった。時止まってたわ。2月8日。よし。こんばんは。シロさん、レベル6おめでとうございます。アッキーさん、ありがとう。タイヤー。ありがとうございます。こんにちは。よいしょ。ちょっと、今ね、前髪だけ温めてたから、これだけちょっと前髪だけやろう。ちょっとそろそろ美容院行かないと。こんだけ前髪伸びるとちょっと自分で切るの怖い。1回は自分で切れるんだけど、なんか2回とかやっちゃうともうダメ。結構伸びたんですよ。いつも2週間ぐらいで目にかかるようになってきて、まあ 2、3ミリ伸びるのかな。で、いつもだいたい美容室1ヶ月半ぐらいで行ってるんだけど、やっぱね、ダメ、間に合わん間に合わんね。でも別になんか後ろの髪は染めたいとか切りたいとか思わないから、そう、前髪だけパッて切っちゃう時が多いんだけど、ちょっとそろそろまたピンチになってきた。ピンチ。完成。完成。え、肉の日、ラーメンの日、本当に今日？肉肉バーガー、え、モスとかずっと行ってないな。モス、まあ、マックは食べてるわ。マックは食べてる、大好き。ケンちゃん、ハートありがとうございます。こんにちは。モスの方が店舗少なくない？なんかモスの方が見る機会少ない気がする。アキアさん、地球ありがとう。アキア、ウッキーアキアさん、ありがとうございます。ウッキーアキアさん、
あ、いい感じ。100点、今日も100点。今日も100点の前髪。オニオンリング、食べたことない、超気になる。オニオンリングって人生で食べたことすらめちゃめちゃ少ないんだよね。あれ USJ のさ有名なやつぐらいかも。去年から山形市限定、何大盛り無料とかなるの。マキエさん飛行機ありがとうございます。大盛り無料ぐらいありそうじゃない、どう。こんばんは、こんばんは。現在地球に感謝クマランキングは4位です。すごい、4位です、ありがとうございます。5位以内目指してるのでめちゃめちゃ嬉しい。総合は15位で、お、12位にニジちゃんがいらっしゃいますわ。12位にニジちゃんがいらっしゃる。ただいま、ジャスちゃんありがとう。泣き待ってます。気持ち悪くなってしまう油で。玉ねぎ自体ダメな人、そんな人いる、いるか。こんにちは、こんばんは。割引記念品、記念品なんかラーメンのキーホルダーとか絶対可愛いじゃん。絶対可愛いじゃん。オニオンリング2つとポテトの鬼ポテ、鬼ポテ、オニオンポテトってことか。食べたことない。あ、玉ねぎは好きなんだ。そうなんです、同じイベントなんですよ。前回、前々回も同じイベント、最近よく一緒になるんですよ。今そうだね、のりさんとか卒業されてからショールームしてる方とかはいらっしゃらないからね。もし今後出てきたらすごいだろうな。2週間、うわ無理じゃない、無理じゃない。できたらすごい、できたらすごい。2週間ラーメン食べないってことある？こんばんは。玉ねぎな、玉ねぎはいつもあれだな、ポトフとかあのスープ系でめっちゃ食べるかも。こんばんは、なこなこな。初見さんもこんばんは、ぜひコメントフォローしてってください。食べたら泣く。めちゃ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 久しぶりに食べ物食べた人の反応だよね。あるよね、そういう修行みたいな、断食みたいな。いやあれはすごいよね。あれって何のために行くの？山とか森にこもってさ、あるよね。あれって痩せたいから行くの？それともまた精神的なところ、頑張るぞみたいな気持ち的に、なんで行くんだあれって。食べ物に感謝するぞ的な、いろんな意味があるよね。行ったらわかるのかな。でもそんな軽い気持ちでさ行くようなとこじゃないよね。怖い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 。こんばんは。と21時45だったから6分、21時5分にしとこう。21時05まで書いとこう、バッチリ。滝か、滝か。滝は気持ち的なものでしょ。滝って
どういう、滝ってお願い事するんだっけ？神社的な？こんばんは。BGM かけよう。わ、おいしそう。今日は野菜炒めに普通の味噌、味噌水入れて、札幌一番、ほえ、味噌汁ラーメンってこと？野菜味噌汁ラーメン。味噌と、あー、びっくりした。味噌水。こんばんは。急にラジオ感が出ますね。滝ってご利益とかあるの？なんかあれの時行きたいな。行くとしたら、なんて言うんだっけ、厄年。厄年って怖いよね。本当に厄年の時ってみんなめちゃめちゃ悪いことある。くまったさん、キラキラありがとうございます。コメダでモーニング、銭湯行って静岡までドライブ、爽やか。すごい一日だ。すごい一日だ。長っ。コメダでモーニングって何？何トースト？あんバタートースト？ まったさん、キラキラずっとありがとう。なげんかも。ナイスミドルさんもハートありがとうございます。味噌は野菜炒めの味付け。ああ、なるほど。あ、つーちゃん、昨日も体調不良じゃなかった？仕事休んで歯医者に行きました。体調不良プラス歯医者、大変だ。いろいろ悪いじゃん。愛知県民だけど、小倉トースト食べたことない。前も言ってたね。美味しそうだけどな。めちゃめちゃ美味しそう。めぐみちゃん、ありがとう。飛行機ありがとうございます。キラキラもありがとうです。小倉トースト、私はバターちょっと減らしたら食べたいかな。めっちゃバター入ってるイメージ。なんかバターそのまんま丸々1本分ぐらい入ってるイメージなんだよね。あるよね、見た目。そうね、そこまで食べるとね、気持ち悪くなっちゃいそう。爽やか。深川麻衣さん、なんか爽やかってめっちゃいろんな店舗あるよね。昨日の午後、ああ、そうなのか。なんか昨日、おととい、ゾイちゃん静かだなーと思ってたから、あ、そういうこと。今回キャンセルすると、うわー、それは大人気。大人気すぎない？今回キャンセルすると6月？そんな配信ある？爽やかいかがですか？絶対ジャムで。こんばんは、あすかくんもこんばんは。トゥ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 。2回目配信はね、うわー、そうか。本当に具合悪かったにゃ。お疲れ様。元気になりました？本当に、冷蔵庫に何かあった時のために、葛根湯と、あと、ウィダインゼリーを置いとけば、本当、全然生きていけると思う。ポカリとね、ポカリもあったらいいね。ポカリ、ウィダインゼリー、葛根湯。超大事。なこちゃん、毎日配信してるのだって。なこちゃんのお話、毎日、誰に言われたの？この BGM いいよね。なのちゃん、レベゴおめでとうございます。なんか、にじちゃんもあれだよね。ストーリーで、喉痛めてますみたいな。めちゃめちゃ風邪みたいな感じよな。
熱と頭痛、ロキソニン買いに行った。イケメン時間ギリで、断らないでよ断らないでよ。そんな辛い時にね、他のどこ行ってくださいってお願いって言っちゃう。ごめんなさい、でも迷惑かけてごめんなさい、でもお願いしますって言っちゃうかも。ドキキャンさんありがとう。地球クマちゃん多分今75個かな、なあこです。どれ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 、おおお76個です。ありがとうございます。4位お元気さん飛行機ありがとう。10分いてください。泣き待ってます。あ地球クマちゃん地球クマちゃんもありがとう。病院、でもね本当に具合悪い時ってあれだよね、夜間の時間に行くよね。夜間病院、まあでも本当に具合悪かったら全然ね行くけど、ねねって犬とかもさ本当深夜にめっちゃ具合悪くなった時にさめっちゃ夜間病院に連絡して助けてとかさ、まあすごくありがたいんだけど、ちょっとね夜間は大変よな、みんな大変。19時で閉店、やだ。私だったら1分、本当に具合が悪くてお願いしますって、あの近くにあればそうだね、まあ諦めるけど本当に具合が悪くてって言っちゃうかも。あの19時5分だったらちょっとね迷う、多分ごめんなさいすいませんでした他行きますって言うかもしれないけど、1分だったらちょっともうダメ感出しちゃうかも。もうダメ感。トキキャンさん、トキキャンさん、地球クマちゃん元気さん、福岡の飛行機ありがとうございます。モグラ書いちゃった。トキキャンさん地球儀、ここマダガスカル、おエルワさんレベジおめでとうございます。エルワエルワ、あ元気さんありがとう。おぽぽ地球クマちゃん、ドゥルルルル、15分超えだな、やだ泣いちゃう。私でも普通に泣いちゃうかもいい年してだけど本当に泣いちゃうかもってなんか自転車帰りこぎながら15分って結構じゃない？何キロぐらい？3キロぐらいありそう。15分って3キロあるよね。15分自転車って意外ときついよね。結構しんどい、筋肉痛なる。元気さん地球と飛行機ありがとうございます。なけん10分待ってます。トキキャンさんさサッカーボールみたいな地球儀ありがとう。ルルルルル、どうしてだよってでもさ私がもしお店の立場になったら1分だったら、しかも具合悪そうなあのね風邪なんかさどうでもいいさどこでも持ってるようなあのカットバンとかだったらってなるかもしんないけど、その風邪薬はね渡したくなっちゃう。元気な日で暴走したら10分、今日みたいな日だと15分。いやー風邪の時のチャリって危険だよ絶対、怖すぎる。あれ？あ、あれ？レベル10なってたわ。あれ？いつなった？いつなった？
いつの間にか。ありがとうザバス。え、3店舗くらい巡った後、他の店は18時半。そんな悲劇ある？大悲劇。いや、それもしその3店舗ぐらい回った後っていう状況プラス19時1分だったら本当に泣きそう。え、泣くかもしれない。なんかね、もう大人だし、人前で、ね、泣くとかさね、あの控えるたい時は控えるよ。でも具合悪い時って本当に涙出るよね。私それさ、あのタピオカのイベントの時に本当にすごい具合悪い時に、あの最終日でめっちゃもう勝手に涙出てきて、あれはね、あの気持ちどうこうじゃなくて、あのかなんだろう、もう自動で自動で、いやちょっと転んだだけで多分涙出ると思う。風の時とか、え、絶対出る。具合悪い時の涙腺の緩さはやばい。ほんと辛い時にしんだこんな。Aさん、レベジおめでとう。58人目おめでとうございます。おめでとうございます。8ヶ月ぶり、2回目、超お久しぶりじゃん。超お久しぶり、ありがとう。こんばんは、こんばんは。どうもどうも、初見様こんばんはです。ぜひコメントフォロー待ってます。今は、今は元気なんですか？ちょうど私も薬がほぼ全部切れ出してきてるから、近々買わないと。買おう。葛根湯ももう普通になんかちょっと体だるいなぐらいでも飲んじゃうから、うん、ちょっと寝不足な時とかね、そういう時も飲むぐらいだから。でも大体寝不足から風邪になること、私は多いから。ずっとめっちゃ可愛いこの曲ね。ほんとすぐなくなるんだよね。あと私ウィダーインゼリーさ、普通に朝ごはんで食べたくなる時めちゃめちゃあるの。だからずーっとなくなり続ける、風邪じゃなくても。ロキソニンくんもいるからもしね。でもさ、ロキソニンってすごいすごい神の薬だと思ってるんだけど、ほんとに眠くなるよね。ボケーっとするよね。あ、人間としてのあの機能が全部弱まる気がする。なんか考えようと思ってもあんまり考えるのすらだるくなる。でもなんかね、喉の痛みとか頭の痛みとかはないけど。ええ、知らない、ラムネ味。なんか見たことあるけど、絶対外れと思って買ったことない。美味しかったんだ。私いつも普通の青、本当は鉄分の紫飲みたいんだけど、なんか気持ち鉄分の味するんだよね。怖いよね。すあ、マスカットさんこんばんは。トモです。集中力は、でも普通にウィダーインゼリーってカロリー高いからさ、おやつとしてはやばいよね。100キロありがとうございます。いつもありがとう。朝寝起きとかさ、いきなりドーンってパンとか米とか食べるより、あのバナナジュースとか、むしろタピオカとかウィダーインゼリーとかがいいなあ。ブドウ糖のやつ、何それ、飲み物ですか？A さんありがとう。この曲かわいいね。最近めっちゃかわいいね。前はあんまかわいくなかったかな。
肩こり頭痛。あ、そうそうなの。え、知らなかった。肩こりにもいいの？カコン糖って。え、なんかあのロキソニンはあの首めっちゃ寝違えて痛めた時はめっちゃ効いた。え、でもカコン糖もいいんだ。あ、マスカットさんありがとうございます。ありがとう。地味に、あ、地味地味じゃない、目悪いわ。地球にね、地味に感触も地球に感触もありがとうございます。もちろんハニーは、すごいね、すごいね、いいね。そんな大大大有名な方が曲作ってくれるんや。お、たまよ、ちょっとよかった今間に合って。ほい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 、まるほい。限界上とやってやろう、愛を捨てほど今じゃない、いつもオンラインオンライン。ミセスグリーンアップルさんの曲はあの流行らなかった、もう全ての曲が流行る、バズりますよね。すごい地味に感謝。え、あ、よかった、嬉しい嬉しい。でも私は遠視だからあの遠くのものがよく見えるはずなんですけど全然見えないね全然見えないわえ、で、遠視は近くが見えないので、遠くが見える、いわゆる老眼というものと一緒です。そう、でもそうやっては老眼だっていういじりもあるけど多分誰も良くない良くないえ、でももう近視と遠視の違いを説明するときになんか自動的にそう、ね、自分でも言っちゃうよね。なんかもうそう言われすぎて。マスカットさんありがとうございます。ありがとう。まあ近視も遠視もなんかずるいよね。遠視だけなんか遠視だけもう、まあ、珍しいから。私だけ生まれ変わるならまた私だね自由席だったら、え、バーバラさん、でもどっち、遠視だったら後ろの方がいいよ多分本当の老眼、え、老眼ってどれぐらいの目の悪さから言うの？普通にさ、ただ目が悪い、今悪い、あ、難しい難しいどれぐらい悪い、それはない、ただ年齢ごとに悪くなってたらもうそれは老眼って言われるもの。むしろ今のさ、私の方がさ悪いこと、目悪いとか全然あると思うんだよね。CD ジャケットの裏の曲名が読む、あー、あれはちっちゃいよね。え、わかんない、私今読めんのかな。え、でも待って、節分の裏、お面の裏のこのちっちゃい文字見えるから多分見えるかも。あ、全然見えるわ、よかったよかったこれで見えなかったら普通にあのコンタクトの度数が合ってないからね。これコンタクト取ったら多分見えないかもしれない。こんばんは。マジで目って大事だね。ね、歯、目と歯、肌は結構後々でもあの治そうと思えば結構早めに治せる気がする。目も歯ももうなくなったら終わりだからね。目もね、視力良くする。でも今あれあるか、 ICL が本当にそれで生まれ変わった、人生生まれ変わったって言ってる友達いるから、なんか、でも私はまだ怖い、まだ怖いね。20年後とかなさ、どういう害が、まあ、何もないければそれはいいんだけど、コンタクトの度数は、私もね、度数合わないなって思って1年前とかに行ったらむしろ目、あの視力良くなってた。これすごくない？この年になって、うわ、目悪くなってんのか、
スマホ見すぎかなと思って、視力変わってるって思ったら良くなってたの、嬉しい。ちゃんとコンタクトしてないときはしっかりメガネかけるのを徹底して、ちゃんと目に負担かけないように生活するのが超大事、超大事。え、そう、良くなって度差はなくなったの、今のコンタクトが強すぎて。嬉しいよね。そう、この年で良くなるってあるんだと思って。ブルーベリーとか食べたら良くなるとかあるけど何も信じてないからいやブルーベリー食べて目良くなるはちょっとさ、そんなことないやろって思っちゃうんだよね。そうでもあるのかな。でも変わんない、シエル全く調べたことない。なんかそこまで悪くないんだよね。3プラス3だから、え、周りでアイシールしてる子ってなんか本当にメガネコンタクト外したらめっちゃ生活足ぶつけるとかそのレベルで危ないっていう子がやってるから、まあまだそこまでじゃない。なんか疲れてちょっと頭痛くなったりするんだけど、視力悪いとさ、なんとかこう視点合わせようとしてさ頭使うから、でもそれぐらいだからね、ちゃんとメガネしてればまだいいかなと思ってるけど、まあ将来的にやってもね悪くなってたらしたいよねブルーベリーヨーグルト、マイティア、何それ、目薬、ブルーベリーアイアフリカめっちゃメインだよね、いいな。別に特別な規定はなくて、年取って目のピントが合いにくくなったら老眼。年齢が関係して目が悪くなったらもう全部そうなんだ。今でも全然悪くなることありそうだけどね。その若者バージョン作ってほしいわ。あずきルーって何それ。あー、無理、怖い、入れ替え、結構怖いよね目のさ、なんかちょっと切ってさ、直接コンタクトレンズをザッて入れるんでしょ、めっちゃ怖い。なんか失敗ないとは思うんだけど、ほんとなんかちょっとね、なんかあったら怖いよね。途中でコンタクトの中のあれが腐るかもしれない、怖い。ラインが見えない、わー、それはちょっと。でも今時めっちゃ可愛いメガネあるからさ、いいよね。え、あといいことあるわ。私の遠視のまあ近くが見えなくて遠くが見える、老眼もそうだけど、その近くが見える、その遠くが見えないのは逆にメガネつけると目が大きくなるの。近視の人はメガネかけると目がちっちゃく見えるんだけど、遠視はめっちゃ目大きく見えるから、目で大きく見せたいなって人は本当にすごくいいと思う。うん、麻酔切れたら怖っ。麻酔効かない人とかもいそうだもんね。メスを入れるのだの、あんなを受けるだの、お腹のなんだっけ、盲腸とかね、怖いよね。超近視乱視の場合、ライブ的は激強い度のコンタクトレンズ、マイナスなんですかそれ、マイナス8とか。お、マスカットさんレベル28、早っ、おめでとうございます。眼精疲労にいい、なんかあれ、何っけ、ヘッドマッサージ、ヘッドマッサージも目疲れた時はめちゃめちゃいいっていうね。目、この目の疲れから肩こりに来たりとかもいろいろあるから、
ピアスレベルでも痛いよ、死ぬほど痛いよピアスは。ちゃんと病院で開けてもらうべき。病院行ったらもう心を無にして心を無にして、あとそんなめちゃ痛いところに開けないと思う。ラララララン、私は最強。めっちゃ眩しくていいや。そうでもないかも慣れちゃったかも。ちっちゃい時から眼科だけはめちゃくちゃ行ってたから何も思わないな。鼻とかの方がやだ。鼻とか耳とか一回なんだっけ、耳中耳炎めっちゃ怖いあれ。中さメスで耳中穴開けるんだよ。若干痛かったです。でもだいぶあれだね、痛く、当日だけなら全然じゃない。周りの子普通に1週間ぐらい痛いとか言ってるもん。本当に中耳炎やばい。急に本当に急に片方だけ水入って、なんか膜が張ってる。もうダメだし、ピアスもダメだったイメージなんですけど、いいのかな。あれじゃない、やっぱマグネットとかな気がするよしかも軟骨か。いやめちゃお願いしたらいいのかないろんなとこで、ダメ、ズイちゃんは何も考えちゃダメ安全ピンとかさ、そういうのいるじゃん。裏にいた消しゴム当ててとか、ありえない。ありえない。ネイル透明とか薄いピンクはいいんだよ。ね、髪染めるのもだいぶめちゃめちゃ厳しいしね。まあでもモデルさんとかお仕事も一緒じゃないかな。なんかね、モデルさんも。どんなお洋服でも着こなせるように、ね、派手な髪色ネイル禁止だしね。できたとしてもその場でこうネイルとかだったら落とせる、マニキュア、その撮影だけとかさ。すぐ何になった、え、どうなった？排除？どうなんだろうね。まあでもインスタとかもさ、こう時代によってさ、ね、私はインスタ誰もやってなかったし、もちろんダメみたいなイメージだったけど、もう今の時代はね、みんなインスタやった方がいいよみたいな感じだし、わかんないね。いろいろ変わってるのかもしれない。でも多分ね、こう何、こうチョンって穴があるだけでも多分良くないと思う、と思う、イメージ的にはどうなんだろう、今の時代はそんなこと気にしないのかな、昔の人なのかもしれないああ昔開いてたんだ、なんかそういう子なんのかなみたいな。私全然あるけど全然あるし、私のお母さんもあるしと、ね、そう思う人がこう一定数いるのもわかる。髪を緑にして怒られたそれは特殊。でも私もね、髪急にガッて切ったりとか、でもあれはねちょっとね、私もねあれは私が悪かった私が悪い緑したのも自分が悪いし、多分髪ガッて切ったのも私が悪い。でも多分ね、気持ち的になんかわーってなってたのかもしれない
ああ、時代劇の仕事。いや、そうだと思う。なんか私も別に気になんなくない？こんなちっちゃい、なんかね、ピアスの穴あったぐらいで何も思わないと思ってたけど、撮影とかさ、何もつけてない時、普通にこうポコって穴だけあるじゃん。やっぱね、めちゃめちゃ見えるね。めちゃめちゃ見える。それを一個一個ね、直し、何？こう、レタッチとかで直したりとか、もう多分そういう手もあるんだと思うけど、めちゃめちゃわかるわ。あーって感じ。あー、まあダメってことじゃないんだけど、難しいよね。こんにちは。むしろこういうこことかだったら全く見えないんだろうけどね。こういうこことここここあでこことかめっちゃ見えるね。こことここはダメだな。なんか見えなくなればいいんだけどね。こうメイクとか今時のファンデーションとかでさ、傷跡とかさ、何でも消えるじゃん。ね、そういう、でもやっぱ凹凸みたいなのあったらダメなんだろうね。ね、テレビもさ、ね、メイクでこうシミとかさ、あらは消せてもさ、凹凸はさ、もうどう頑張っても無理だからさ、大変や。ね、本当にテレビ画質いいから、もうどうしようもない。 YouTube もさ、 YouTube も全部 4K になってるしさ、まあ設定変えれば全然 4K じゃなくてもいいんだけどさ。いやー、あれはスマホで見たらさ、ちっちゃいからそんな違いわかんないけど、テレビとかパソコンで大きく見ようと思ったら、ほんと普通のテレビぐらいさ、何でももう超お花とかも多分めちゃめちゃ綺麗になるんじゃないかな。 急にお花とかね、植物とかもめっちゃ綺麗に撮れる気がする。それは人もね、めちゃめちゃ綺麗に撮れるし。タカさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ピアス開けないって言ってた。ああ、ね、あとさ、あれもあるな。眉毛も極力もう何も手入れしちゃダメみたいなモデルさんとかはめちゃめちゃ多い気がする。むしろその自分のその眉毛の形が美しいみたいな、それ昔聞いて、って思ってた。 私はね、ある程度形綺麗にしたいなって思っちゃうけど、さんはでもさ、めっちゃ眉毛さ、めっちゃ整えてさ、一気に垢抜ける子もいるわけじゃん。だからさ、もともとめっちゃさ綺麗じゃないとさ、そのままがいいよみたいな、有村架純さんとか今わかんないけど。 ほえーって、そう、私は関係ないわーと思ってた。職業が違うからね、もうすごいなーって。でもいるよね、本当にもともとの眉毛の形が綺麗な人。 すごい、ワンって感じの人じゃない？アジアワビューティーみたいな、モデルだからって。 でもさ、今時さ、あれね、ヘア、美容室でもさ、そのメニューの中にさ、眉毛綺麗にしてくれるとかあるよね。まあそのどれぐらい上手かわかんないけど、でもめちゃめちゃ変わるよね、ほんと眉毛で人って。なんか私ピアスとかアクセサリーはもちろんさ、華やかになるし、ファッションですごい可愛くなるのはわかるけど、眉毛ってなんかそれ以上にもっとすごい気がする。 でも顔周りとかじゃなくて顔だからね。その後は
あえでも自分でやって眉毛失敗してとか片方だけ形おかしいとかめちゃめちゃあるから、絶対もう全任せの方がいい気がする。次美容でしてもらったらいいんじゃない。でも上手な、でもそこまでへったくそーみたいな人いないと思うけどいいと思う。でそれであんまり変わんなかったら、まあそれはそれ でめちゃめちゃね、その井上咲楽さんみたいにガッて印象変わって垢抜けたら、それはそれで大成功だし、試しですよね。マッキーで書きます、いいと思ういや良くないわ私も美容室でしてもらったことない。なんかその眉毛のサロン、専用のサロンでしかない。でも普通にめんどくさくなければ、そういう眉毛専用のサロンに行くのがいいと思うな。めんどくさかったら全然美容室でできる範囲でいいと思う。お、ちょうど時間なのでまた次の時間に2枠目配信しようと思います。小平さん、お礼メッセージ見てくれたかな。見てくれたら嬉しいです。急に顔がキリッとしておもろいでも多分それがいい方じゃない。いい意味でキリッとしてる気がする。なんか急にこんなになったらやばいけど、多分自分の中ではキリッてしてるように見えてるだけで、意外と普通かもよ。眉毛はね、怖いよね。私の場合はもうこうやって眉毛サロンで眉毛タトゥーみたいな眉毛アートが入ってるから、本当にめちゃめちゃわかるんだよ。だから自分でもある程度はできるんだよね。すっごい楽ちん。ほんとこの通りに形がね入ってるから、そっからはみ出たところをチョキチョキってしたら元通りみたいな。ではではでは、ほっ、アッキータイガーさん、タイガー2月8日だって。今日ドキキャンさん、地球儀、そして元気さん、モグラと、クマちゃん、感謝クマちゃん、そしてマスカットさん、ご飯中かな、ありがとうございました。次は22時何分だっけ、22時、1時間半後ぐらいですお待ちしております。秋高さんレベル5、元気さんレベル15、おめでとうございます。ではではでは、石原さとみさんとかめちゃめちゃ眉毛細くなった方が可愛いよね。元気だったらね、本当に体調気をつけてください。あと19で1000人いく。あと19、みんな残ってるキラキラ投げててくれたら嬉しいです。22時半です。1時間20分後、もしあれだったらみんなお風呂とかも済ましちゃってくださいね。お大事にね、ほんとゾイタンお大事に。お、アスカさんありがとう。いくかな、あと19、あと3分ぐらい待ったら行きそう。行きつけの美容院眉毛、専用のとことか探してみたら、眉毛サロン今時めっちゃ流行ってるから、ありそう、どこでもありそう。出るような並べて、あれ私飲み物持ってきたんだけど、あった。でラララララ、お、あと10、あと10、爪と爪ってあれ、なんか
地爪サロンみたいなあるよね。私はもうネイルしちゃってるからさ、もう男性の爪だと形整えるとか、ここのここを綺麗に形整え切ってもらうみたいな感じかな。小平さんありがとう。ささくれとか、でもささくれになったら多分皮膚科だよね。爪な、なんか今時さ爪の形を変えられるんだよね。爪の形をさ、田中みな実さんが行ってる爪のサロン、あと配信者さん福岡みな実さんとかが行ってる、あとリコピもこの間行ってた地爪サロンっていうのがあって、ネイルはしない人向けの自分の爪を綺麗に見せる形に整えるっていうのがあるんだよ。お、せんいたありがとう、イエーイ、ありがとうございました。ではまた後ほど、最後ありがとうね。じゃあまた後でバイ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 。やった、みんなありがとうありがとう。ライブランキング6位のぶーさん、5位おにぎりあきやさん、4位うっちーさん、3位マスカット天使マスカットさん、2位あれドッキャンさん、パンダになってるドッキャンさん、そして1位元気さん、ありがとうございました。泣けもおめでとうございました。あ、元から泣けだったね元気さん、ありがとう。ではまた後で、千盛り上がりありがとう、バイバイ。大将さんと一緒に行ったらいいんじゃない、なんか先輩って、大将先輩ってバイバイ。5 4 3 2 1また後で。